旦那さんがそういうの偉いな、立派だなと思いますね。そのなんて言うんだろう、真っ向勝負で頑張ってるじゃないですか。まあそうですね。そうそうそう、なんか他のところに安易なのに飛びついたりしないで、ちゃんと地に足つけて頑張っていこうとしてる、その真面目さ誠実さがありますよね。なんか結局その、うん、ね、そんなくだらないことやってるぐらいだったら独立しないし、うん、そんなだって芯がぶれる状態で独立してもしょうがないでしょう、ね、うん、だからもうやっぱり自分を信じてやっていくしかないですよね、うんうん、勝ったら勝ったでもそれはもう自分の力、負けても自分の力、うんうんうん、そこでなんか安易変なのに飛びついて、うん、でまあ、それで成功しちゃったとしたらそれも自分の力とも思えないし、確かに、それで負けたら絶対そいつのせいにするんですよ、うんうんうん、だからね、真っ向勝負するしかないんです、うんうんうん、まあ、実はそれが近道だっていうね、うん、いいこと言ってんだけどな、なんか使えない気もするな。うん、難しいところですね。私は使っちゃおうかなと思いますけど。だからもう、うん、変なことは言ってない。誰もディスったりはしてないですからね。まあ、宣言してるんですよ、俺は、うんうんうん。自分がそういう方に走らないように。うんうんうん、そして自分のやるべきことをちゃんとやって。うんうんうん、公言することによってみんなに監視させてるっていうことですね。あ、なるほどね。自分がそう楽をしないように、うん、おお、響く、腕にくる。結局それで入らなかったら俺はそこまでの人間だったっていうことで、うん、もう負けてもしょうがない、うん、負けたら諦める、うん、写生から全然使えない。なんか最初のうち全然なんかね、いい話してたと思った。そうですね。すいません。スイッチ入っちゃって。軌道修正できないな。最初のうちはなんかだいぶ普段と毛色の違う、はい、あ、いい話してるなと思って。はい
すごい気持ちいいです。目もすっきりした感じです。いや首気持ちよかった。だいぶね、だいぶいいですね、優雅な時間を。あ、ありがとうございます。こうちょっと腫れたようなっていうか、腫らしてるところほとんどダメですけどね。ダメです、ね、いやでもちょっとじゃ無音でね、うん、なんかするかなんかします、はい、そういうとこだけ使ってもらって。そうですね、あでも気持ちよかったです。私ちょっと丹野さんの肩とかをしてみてもいいですか、はい、今何時ぐらいですか。まあ、28分。あ、じゃあまだ全然。あ、丹野さん大丈夫だったら。今日は、はい、あの2時半とか4時ぐらいまでエレベーター使えないんですよ。うん、あ、そうなんですね。そうだからもう4時半まで予約は入んなくなってるから。あ、そうなんだ。うちは全然違う。ちょっと丹野さんのねリベンジでねちょっとやってみたいなと思って。はいはい。やらせてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ね。丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか。ドームサウナ入ったんでぜひお願いします。はい、はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、うん、なんかちょっとねあの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれコリがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、施術前にそう温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかねそういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもやってますからね。カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから丹野さんのとこだと揉みほぐし、強もみの、まあ、特に強もみに特化した揉みほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はいはい、三本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you